倒されたくないよこれ。え、バカバカ、うわ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 。どうもショウですということで、今回もスペルンクラブやっていきましょう。コンブトラックですね。このマップ狭いから見つけやすいんじゃないか。僕から鬼でやっていきますよ。なんか久しぶりになんかやべえやついたな。全身タイツのやべえやついたね。なんか 前からずっと思ってんだけどさ、あれなんなんこいつ、こいつなんなんあれだよね、スメーシーワールドが出たくらい、スメーシーワールドが出ると同時にあれ出たよね、コスチューム。あれそうだったよね多分。あ、違うっけ、スメーシーワールドのなんかディズニーランドのミッキーみたいな感じのノリで、スメーシーワールドのヒレオクみたいな感じで出てきたよね。なんだったんだあれ。わあ、なんかいるわ、ほら。おは、噂をすれば、なんかなんとやらみたいな。殺されるわ、あいつに殺されちゃうわ。あ、ということで、今回もスプラトゥーンクラブってわけなんです。今回はね、今回と今回も、スプラトゥーン塗り足し、塗り足しない、ごめん。塗りありのバージョン2の、ビーコン使って、スペシャルも使って OK のね、クラブやっていこうかなと思います。ということで、なんかめっちゃ集まってくるんだけど、なんなんこいつら。なんだお前はよ、ほんとに。これで潰すぞ、お前。これで潰すぞ、お前。あ、当たらなかった。え、嘘。なんか奇跡的に当たらなかったんだけど。まあ、今回はね、このオーバーフロッシャー使っていこうかなと思います。いや、この武器ね、前回使ってさ、アメフラッシュも最強だし、オーバーフロッシャーも最強だから、もう実質最強なんじゃねっていう動画を投稿したわけなんですけど、やっぱ案の定最強だったんですよ。だけど今回ですね、僕ね、もう最近本当にね、オールキルって全員キルができないので、ちょっとみんなになんか下手くそだなって言われるんですよ。下手くそすぎてアンチがついてきてました、最近。なんか、アンチというよりか、まあ僕のプレイの下手さにムカついてるだけの人が結構いまして、これでもううまいところね、もう見せていこうかなと。もう、サバうまいんだと。やっていくぞ。はい、やっていきますよ。はい、初手投げる。なんかもう、ビーコンいたったんだけど、なんなのビーコン。ここにいたりするか。さすがにここにいないか。いやー、でもね、うおー、ビーコンなんか見つけやすいと思ったんだ、めっちゃ。やっぱこれね、僕が下手なんじゃなくて、武器が弱いっていう、そういうことなんですよね、やっぱり。そういうことですよ、やっぱりね。うん。僕が弱いんじゃなくて、武器が弱いっていうことを、まあ、この動画でね、まあ、しっかり証明させてもらおうかなと思いますね。はい。で、これでオールキルすることができたら、スプラトゥーンの上の人はね、まあ、ぜひね、Nザップとかを、まあ、強化してほしいなと思いますね。はい。ということで、やっていくぞ。こことかいたりしそうだけど、いない。このオーバークロッシャーさ、3発当てれば勝ちな、勝てるというか、勝ちなんで、もう、もしね、ビーコイン飛ばれようものならね、何発だ、これ4発か。4発打って、1回の、この何、振りっていうの ?1 回の攻撃で4発打てるので、もうこのビーコンに飛ばれるっていうね、このなんつうの。あ、ビーコンに飛ばれると思ったら普通になんかもう倒れてるって敵が、この泡にぶち当たって。まあまだね、ちょっと、まあ一人もまだ見つけてないわけなんですけど、まあ、全然ね、いい。全然余裕ですよ。うん。全然余裕だから。本当に。このまだあとね、1分半残ってる、あと半分残ってるね、時間的には。あと半分残ってるからまだね、見つけられますよ。うん。よっぽど変な場所に隠れていない限り、見つけられる自信があります。よっぽど変な場所って言ったら、バグで行ける場所みたいな。このさ、マップさ、コンブトラック、なんか、スプラトゥーンが発売した初期の頃、スプラトゥーンが発売する前だな。発売する前に、前夜祭って言って、スプラトゥーンなんかベータテストみたいなのがあったんですよ。で、その時にね、このコンブトラックで、早速バグ技が発見されましてね、なんかおる、なんかおる。ヌーンさん倒しました。いいね、いいね。あと残り3人だぞ。まあ、ちょっと余裕を持って、ちょっと、ね、行きましょうかね。まあ、全然この、心に余裕を持つことによって倒す、見つけられるので、うん。そう思ってる僕は。まあ、だから、コンブトラックのなんか真ん中あたりで、なんか、うまい具合にね、スーパー着地だったかな?スーパー着地を使ったら、なんかバグって天井に行っちゃうみたいな、そういうバグがありまして、一時期ね、すごい有名になってみんなやってたんですけど、そういう場所に、裏技を使って隠れられるともうそれはもうお手上げですよね、やっぱり。うん。見つからなかったら全員バグ技使ってますね。うん。もうあと残り15秒しかないんですけどね。みんなバグ技使ってるんですかね?全然見つからないんですけどね。全然見つからないんですけども。あ、これ多分全員バグ技使ってますね。あ、全員バグ使ってるか見つからないんですね、これ。やっぱり。そういうことあ、いや、そういうことか。バグ使ってるか見つからないんだ。あー、なるほど、なるほど。よーし、というかコンブトラックで答え合わせやっていこうかなと思います。ということで。いやー、僕、一人だけのヌーンさん。ヌーンさんだけしか見つけられなかったんだけど、多分、ね、全員ね、裏技使ってどっかでくれたんでしょうかね。そうだと思います。はい。てなわけで、答え合わせやっていきましょう。僕が見つけた方がヌーンさんということで、こちらのね、
まあ、この角っこにおりました。ここの変な、ね、これしっかりね、あ、なんかね、僕、なんか、危うくね、あの、なんていうの、倒しそびれとかあったの、これ。あ、なんか、あそこになんか、立ってるわ、と思って、あそこになんか伝ってるわ、と思って、それ倒したんだけどね。なんか、注意不足。もしね、あの、ちゃんと見てなかったら、この人も見抜かしてたわ。でも、その、他の人は多分裏技使ってね、あの、どっか行かれてると思うんですけど、うん、いるね、普通に。あ、もう普通にいるね。普通に、隠れてますね。ごめん。めっちゃスプラトゥーン下手くそだったわ。スプラトゥーン隠れもめっちゃ下手くそだったわ。見ていきましょうか。まずは、アリサーさん。アリサーさんでいいかな。ここに、おりましたね。すっごいアオリイカするじゃん。え?すごい嫌な気持ち。待って、めっちゃ回転するし、画面やめて。やめて。で、次が、まあ、外役の相馬吹さん。こちらにおりましたね。この、上の方で、ここも結構塗ったと思うんだけど、なんかね、雨降らしがね、悪さしたかもしんない。雨降らし結構遠くまでね、自動的に塗ってくれるんだけど、倒すまでいかないんだよね、あんまり。運よく倒せるくらいで、雨降らしで、なんか僕塗った気でいっちゃって、ちゃんと倒してなかった、なんか、ちゃんと探してなかった。雨降らしのせいで探すのがおろそかになってましたね、これ。雨降らしも使い方がちょっとね、重要かもしんないな。で、マリネコさんで、ね、ここに、最後僕が見つけなかった方ですね、ここの、ヤグラのゴールのね、このすぐそばに、おったみたいです。ここもね、ちゃんと塗ったと思うんだけど、なんか、あれだな、見てなさすぎたわ。反省。まあ、次の僕が隠れればやっていこうかなと思います。やっていきましょう。よーし、ということで、箱ふぐ倉庫で僕が隠れていきますよと。いやー、箱ふぐ倉庫すっごい僕隠れるの下手くそなんだけど、やめてほしい。やめてほしい、本当に。本当にやめてほしい。はい、まあ、ということで、やっていきますよ、隠れも。これ、僕ちょっとね、すごく僕、使うの下手くそな、ローラーを持ってきました、今回。あのねマジでローラー下手くそなんだ、じゅん。何語?やっていくぞ、これ、ここにさ、ビーコン置こうかな。いや、ここに一回、もう、ビーコンここに置いちゃう。もう全部ここら辺に置いちゃおう。はい、ビーコン置きまーす。いや、本当にね、マジでね、ローラーが下手くそすぎてね、ローラー恐怖症になりそうなんですよね。って、なんか後ろについてきてるやついる。何これ何こいつ。え、何こいつ、なんかめっちゃついてきてるやつおった、今。怖いよ。いや、でもね、ローラーね、僕最初すっごい愛用したんだけど、スプラトゥーン2で、すっごいローラー愛用した。僕の、結構前から僕のが見てくれる人はね、ローラーが最強すぎるみたいな、そういうね、動画をね、投稿してて、僕、すっごいローラー気に入ってて、もうスプラトゥーン2やるんだったらもう、ローラーしか使いませんみたいな、そういう動画僕投稿したことがあるんですけど、あれ以来なんかすっごいローラーのね、調子が悪くて、下がって、もう二度とローラー使わないわ、みたいな、そういう、もう状況からもう約2年が経ち、僕は今ね、N ザップだったりとか、そういうシューター系にドハマりしているわけなんですけどもね。いや、マジでローラー使える人ね、すごいと思う。マジで、一番すごいと思うのはね、あれなんだよね。ダイナモローラー。ダイナモローラー使える人は本当にね、もう、なんか神としてね、僕、なんか師匠だわ、本当に。すごいと思います。うん、上手ですねっていう感じで、やっていきましょう。始めていこう。こんな意味わかんない会話したら始まってしまったわ。あ、ビーコもいい感じにね、なんかバラバラに置かれてていい感じですね。この場所なんか適当にかく、なんか過去に書かれちゃったんだけど大丈夫。適当にここに書かれちゃったけど大丈夫かな。なんか、うわ、怖いな。鬼さんすぐさ、ここに来そうじゃね?ちゃんとね、鬼が来ると思ったらね、もや、まあ、もや、何語?来てないですか?あー、来てる。やばい。あ、これさ、あ、鬼に倒される前にもうすぐさま、飛びます。さよならー!オッケー。鬼さんにバレる、なんかね、Bコイン飛ぶとね、鬼が一直線に向かってくるんだよね。こっちにいるやろ、つって。鬼が一直線に向かってきそうで怖いんだけど、これは多分、飛んだのバレてないかな?あ、結構重点的に塗ってんな。あ、多分、飛んだの気づいてんな、僕が。あ、だけど、場所は気づいてないのかな?待って、マリネコさんすごいな。すごいな。見つかった、あ、これ倒されるんじゃないか?え?あ、倒されない。あ、倒された。倒されていく。倒されとるやん、マリネコさん。いや、見つかんないのかなと思った矢先にね。ちょっとすぐ倒されちゃったな。いや、Bコアントどれが残ってる?待って、これ、やばくね?来てないか?来てるね。来てます、ねえ、メンさんってなんか、ヌンだ。メンじゃなくてヌンだったわ、ごめん。ヌンさんも死んじゃったよ。結構死んだ、これ、鬼にオールキルされる気がするな、これ。待って、僕なんか今日生きてさ、オーバーフローシャー使ったのにさ、倒せなくてさ、逆に倒されるって屈辱だよ。待って、なんか狙ってるやつ、なんだあいつ。いや、来てんな、怖いな。これやばいぞ。え、倒されたくない。倒されたくないよ、これ。
え、バカバカ、うわ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 、あーあー、いや、あれは不意打ちだろ。急な不意打ちですね。てかさ、イカスピア体力すごくね？イカスピア体力多くね？全然壊れんかったわ。待って、アリサさん、これ見つかるんじゃないか、これ。あ、やっぱ死ぬんじゃないか、これ。あ、死んだか、あれ。あ、死んだ。オールキューされたわ、しっかりと。うーわ、やられた。はい、ということで今回もスパゼンクラブやってみたわけなんですけども、いやー、イカスピアが強いなと思いましたね。はい、もうそれ以外何もないです。ということで、もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter の方でね、こういうスプラトゥーンクレンボ、募集、なんか参加者募集してるのでよかったら、フォローしてくれると嬉しいです。ということで、また見てくれると嬉しいです。それでは、お読みください。